ティンホイッスルのお手入れ方法について説明をします。ティンホイッスルは木製のものでなければ水洗いすることができます。一番汚れが詰まりやすいのはこのウィンドウェイという吹き口から息が通る部分です。ここにゴミが詰まると音に影響を与えます。掃除する際はヘッドが取り外せるものは取り外して掃除しましょう。ではこのウィンドウェイの掃除をします。最近はあまり見ませんけれども、こういった交通カードとかテレホンカードといった硬いこのようなカードをハサミで切ってください。こちらが切ったものになります。ウィンドウェイの幅に合わせるように切りましょう。そしてですね、一度このようにウィンドウェイを通してみてください。きちんと通るか確認してください。続いてしっかりしたキッチンタオル、キッチンペーパーを同じくウィンドウェイの幅に切ってください。さっきのカードのだいたい2倍ぐらいの長さになるように切ると良いでしょう。はい、このようにキッチンタオルを切りました。続いてこちらは消毒用エタノールです。アルコールが身近にない方は水でも構いません。先ほど切ったキッチンタオルにこのようにアルコールを染み込ませます。そして先ほどの交通系カードを切り取ったものにこのように巻いてください。こうですね、このように先端に引っ掛けてください。そしてもうお分かりかと思いますが、このウィンドウェイの中を何度も往復して通してください。はい、このようにすることで中が消毒され、そしてゴミが取れます。さらにですね、水道の流水でこのような歯間ブラシのちょっと太めのものを買ってきてですね、中がしっかり通るぐらいのものを買ってきて、そして両方向からこっちからそしてこっちから何度もこすってください。そして汚れがたまりやすいのは他にもこの切れ込みのところですね、ここに汚れがたまります。特にこの両側面にたまるので、ここを流水でこすりながら流します。またこの管の内側のブロックのそばのあたりも汚れがたまりますので、このように歯間ブラシの先端でかき回しながら流水で流してください。このように洗った後はきちんとキッチンタオルなどで水気を拭き取って、そしてケースに入れる前にしばらくテーブルの上などで放置して乾燥させてからしまってください。こちらのチューブですけれども、チューブはこのような細い掃除棒を使って流水で中を洗うことができます。もしこういったものがない場合はですね、自作することができます。お箸にこのようなキッチンタオルをくくりつけて、そして流水で流しながら中を何度も何度も往復して掃除します。やはり洗った後は乾燥させなくてはいけないので、タオルでしっかり全体を拭き取って、そして中の水気はですね、できればお箸などで中をきちんと空拭きして水気を吸い取ってから、先ほどと同じように机の上に置くなどして自然乾燥させてからヘッドと組み合わせてください。これでお掃除は終わりです。ただし鉄の楽器の場合、例えばですね、クラーク社が出しているブリキとか鉄とかいった素材のホイッスルの場合は錆びやすいので、水気をしっかり乾燥させることがポイントです。また木製のホイッスルやクラークのオリジナルのホイッスルのように吹き口にブロックが差し込んであるタイプのものは水に濡らすと膨張してしまいますので、決して水洗いしないようにしてください。その場合は水で流さずに先ほどのこのツールを使って吹き口を掃除する程度に留めておいてください。以上となります。